博文館博文館は東京都の出版社。明治時代には、富国教兵の時代風潮に乗り、数々の国粋主義的な雑誌を創刊するとともに、取り継ぎ会社、印刷所、広告会社、用紙会社などの関連企業を次々と創業し、日本最大の出版社として流星を誇った。2016年現在、博文館グループの株式会社博文館新社及び、 株式会社、白優者として存続している。大橋佐兵1887年、大橋佐兵により、東京市本郷区弓美町に創業された。社名は、伊藤博文に由来。1887年、雑誌、日本大化論集を創刊。大橋佐兵の息子、大橋慎太郎は、小崎紅葉の小説、金色夜社の登場人物、富山忠次のモデルと言われている。 妻は元芸妓の大橋スマッコ。博文館では大量生産による連価本の出版をモットーとしており、出版界の王者となった。これにより、単行本には高価な木版口絵を付けなかったが、1895年総館の雑誌文芸クラブ関東に20年間にわたり付けされた木版口絵は口絵界を代表するもので、 その総数は二百九十五枚にも上った。他に、明治文庫全十八冊、演芸クラブ通貫十一冊、日曜百科全書全五十冊の大半に、木版口絵が付けられていた。これらの雑誌において、木版口絵を描いたのは、池田昌園、小形月光、尾竹国館、尾竹畜派、かじた半子、かぶ清きききよかた、かわいひ道、久保たべえ線、 小林栄光、小堀智音、小峰大葉、近藤志雲、島崎隆鈴木家村、高橋松亭、竹内慶州、筒井年宝、寺崎工業、富岡栄泉、鳥池与忠、秀崎栄宝、松本風子、宇田俊秀、三島省窓、水野俊方、山田隆中、山中古道、渡辺昭亭であった。年、取部門として、 東京堂は発足させる。1892年、東京市日本橋区本町3丁目に移転。1893年、広告会社として内外通信社を設立。1895年に、初の総合雑誌、太陽紙を創刊、黄金時代を築く。1896年、博文館印刷所を設置。1902年6月15日、博文館。 創業15周年記念として、有料の施設図書館である、財団法人大橋図書館を開く。日清戦争及び日露戦争時には、戦況を写真入りで消報する雑誌、日清戦争実記及び日露戦争実記を、出版、版を重ねた。ページ冒頭には鮮明な戦地の写真を掲載、特派員から寄せられる情報や、戦況の詳細な情報に加え、 時事論壇や学者による戦争観なども掲載し、一般国民に対して戦争を身近に感じさせる役割を担った。博文館、明治20年に大橋左平が創業した出版社。太陽、少年世界、文芸クラブなどの大衆向け雑誌を創刊し、大いに業績を伸ばした。長男の慎太郎が経営を引き継ぐと、制作から販売までを掌握する。 総合的な出版社に発展し、30年代には、博文館王国を築いた。大橋博文館、明治書籍出版の王にして、東京名物の数やと、記載があり、各4等に、至り11月4日、東京市日本橋区本町3丁目博文館、編集部屋零々部屋、本局十八1 8番1625番303番、毎月1日、 怒りう一冊金12005日、怒りうと記された雑誌の奥付けの一部分が書き写されている。清水清風著、東京名物百人一首明治40年8月、博文館により、抜粋1918年12月17日、法人化され、株式会社博文館となる。1923年、関東大震災で社屋を消失したため、東京市小石川区。 と崎町に移転。この時期には、雑誌、新青年が、対象昭和モダニズムをリードする役割を果たすとともに、国産探偵小説の創世記を担って、江戸川乱歩、横溝正子ら数多くの作家を輩出している。横溝は入社して、同志他の編集長も務めた。時代に合わない買い切り制度に固執したため、後発の大手出版社に圧迫されて、経営不振に陥る。 1927年に太陽を廃刊しても赤字が続き、第二次世界大戦後の1947年10月、社長大橋新一の公職追放に伴い、一旦廃業となった。辞書部門や雑誌部門は、1948年、白遊者、文友館、公文館の3社に分割された後、1949年、白遊者として再統合された。 これとは別に、1950年に、大橋正により博文館新社が設立され、主として日記帳の出版社として存続している。日記は、博文館時代からのヒット商品であった。1983年4月、大橋音トの孫にあたる大橋和弘が、博文館新社社長に就任。和ズは1995年には、白友社社長を、兼任。2010年に、 両社の本社を荒川区荒川の博文館ビルに移転した。大橋新一社長は終戦後、日本出版協会で左翼系の出版業者から講談社主婦の友社などと共に先般出版社として吊るし上げを受けたことを機に急速に事業への意欲を失っていったという。1947年に博文館及び 大橋新一社長の公職追放問題が浮上したことを機に、同年8月、大橋社長は、博文館名義の書籍、雑誌を以下の6社に優勝分割状とした。このため、各雑誌の発行名義は、同年10月号から変更された。また、大橋家の資産管理会社であった、株式会社大橋本店は、東海工業株式会社と解消し、 六社の出版物取り継ぎ販売業務を行うこととなった。10月15日、大橋新一が独占禁止法適用により、博文館社長を辞任。同月中に全社員が退社し、六社及び東海工業に振り分けられる。11月16日、博文館が団体追放。十九日、大橋慎一が公職追放。また、十二月には、 日本橋の博文館ビルが日本繊維協会に売却される。この時、同時に博文館の社名も同協会に売却された。しかし、六社の発行名義人はいずれも大橋家の身内であったため、法務庁特別審査局では、新一が依然として指揮しているものと睨み、内定を始めた。このため、危機感を抱いた新一は、博文館元社員の小野新一郎、 小野隆久良、高森英治の3人を呼び出し、6社の出版権を再整理して3人で経営に当たるように指示した。その結果、旧博文館6社は1948年5月15日、改めて以下の3社に再編された。ただし、実際には3社共通で、小野新一郎が経理、高森英治が編集、小野隆久良が資材を担当する体制であった。 その後、大橋新一と三社は、同年7月25日に、公職追放令違反容疑で、家宅捜索を受けたが、証拠不十分で不起訴となる。さらに、同年10月には、脱税容疑で、東京財務局国税査察部からの査察を受ける。この税務査察を機に、三社は、白有者として、再統合され、株式会社となる。1949年、 旧六社の発行名義人と東海工業から、白遊者に正式な出版権譲渡がなされた。これとは別に、1950年5月4日、新一の娘、大橋正によって、白文館新社が創業され、譲渡対象となっていなかった、白文館日記の出版が再開されることになった。社名に、新社が付けられたのは、常実のように、 白文館の社名が売却されていたためである。創立当初は大橋家の個人経営で、歴代大橋屋当主が監守として経営に当たった。1918年12月17日、株式会社化に伴い大橋新一が社長に就任した。これにより、大橋新太郎は経営の一線からは退いたものの、監守の地位には留まっている。大橋佐平。 創業者。1901年11月3日死去。大橋慎太郎左平の子。1944年5月5日死去。大橋慎一慎太郎の子。1947年10月15日社長辞任。大橋慎一から1914年6月より経営一人。大橋祐吉慎一の異母て。大橋慎一再任。 東京都荒川区荒川五丁目九の名の大阪府、門増市に、博文という学校教材を扱う会社があるが、この博文館との資本、人材関係は、一切ない。長谷川しぐれ、大橋すまこ、新地新華な青空文庫、清水清府庁、東京名物百人一首明治40年8月、博文館国立国会図書館、蔵書、2018年2月9日閲覧、 AB 坪ぼ1937ピアニッシモ158264会社遠隔白文関心者白勇者2016年12月18日閲覧田村 2007P182 出展である小野1976に社名が示されていない ABCD 小野1976田村2007 ピアニッシも、182から184、田村2007。ピアニッシも、184から186、田村2007。ピアニッシも、184から187、田村2007。P187、坪谷1937。ピアニッシも、158、264から265、296。 301から302、AB いつぼや1937、ピアニッシモ296、301から302、313、Wikimedia Commons には、博文館に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。